どんな感じですか？私はいい感じね。もうバッチリ。私はもうちょっと。ってか、あれ？あれ？じゃあ、開けますよ。ご開帳。どうかしら。私らしさをイメージして、情熱の赤にしてみたんだけど。いいではないですか。メイプルによく似合ってます。まあ、私だし。やっぱりステージならこれくらいは着こなさないとね。身内びいきなく本当に似合っていますよ。思わずレンタルじゃなくて買い上げてしまいたくなります。いいってば。今回は一回きりだしね。もっと定期的にステージに立つようになった時はぜひお願いするわ。めいちゃんはさすがだね。私なんか全然合わなくて。似合うとか似合わないじゃないのよ、こういうのは。堂々としなさい、堂々と。ステージの上にはそんな風に隠れるスペースなんてないわよ。堂々とって言われても。似合う似合わないじゃなくて、合う合わないっていうか、それ以前の問題があるっていうかね。ね、何よ、それ以前の問題って。そんな風に恥ずかしがってる方が恥ずかしいのよ。シナモンだって人の顔色伺わないって決めたんでしょ。普段から胸売れしてるんだから、ドレスなんて絶好の機会じゃない。そんな隠れてないで出てきて見せなさいってば。あ、ちょ、めいちゃん、カーテン引っ張っちゃダメ、ダメなの。お、定規屋が悪いわね、本当に。こら、カーテン離しなさいよ。メイプル、お店の中ではもうちょっと上品に。てやっ、試着に来てまでわけわかんないプレイとかバカじゃないの。シナモン、その一体それはどういう高度なプレイを。違うよ、こんな時にそんなプレイとかしてないよ。胸がきつすぎて入らなかったの。だからそれ以前の問題って言ったのに。そうならそうってちゃんと言いなさいよ。私が悪いことしてるみたいじゃない。だってだって言う前に姉ちゃんが。ふえー、か、歌唱さんも見ちゃダメです。そんなメス猫を狩るような目で見ちゃダメですよ。こんな突然なの、心の準備もできてないから、ハーハーもできないですよ。ちょ、歌唱？何ガミしてんのよ。もっと遠慮しなさいよ、このエロパティシエ。え、独占欲？めいちゃん、それって独占欲？私のおっぱいは自分のものっていう独占欲なんだ。それなら嬉しいな。ちょっと燃えちゃうかも。違うわよ、なんでそういう思考になれるのよ。あ
んたも、もっと恥じらいとか持ちなさいよ、バカ。にゃーん、怒っちゃやーん。もっとソフトに罵って。外でそういうのはやめてって言ってるでしょ。このド変態猫、恥を知りなさい恥を。ダメ、そんなメス猫なんて言っちゃダメ。そんな罵り方されたらシナモン潤っちゃう。兄様、ドレスも決まったようですし、外へ出て待っていましょうか。いいドレスが見つかってよかったわね。うん、当日着れるのがすっごく楽しみ。ありがとう、しぐれ。お言葉に甘えさせていただくわ。しぐれちゃん、ありがとうね。娘たちの晴れの日ですからね。親心としてこのくらいはさせてもらわないと。最近はいいところを兄様に取られてしまっていますし。ところが兄様はかっこいいのですよね。もう妹心をもてあそぶのですから。ドレスも決まったし、演奏の方も頑張らないとね。そうだね、もっとやる気出てきちゃったし。さすがにフォーマルな場所でアニソンはダメですよ。当たり前じゃない。ねえシナモン。そうだよね、フォーマルな場でさすがに猫ウィッチーズとかないよね。曲も大事だけど、とりあえず基礎練習よね。そうだね、基礎は大事だからね。私ちょっとだけ不安になってきました。猫パラ、もうめいちゃんとシナモちゃんのドレス姿見たかったの。シャメないの？シャメ、私も見たい。それは当日までのお楽しみですね。メイプル、シナモン。そうね、すっごい私に似合うやつだから期待してなさい。私も胸のサイズ調整してもらったから。いいなあ、お姉ちゃんたちはおしゃれが似合って。僕たちはドレスとか着る機会ないもんね。おお、いやまあそのせやな。どうして目が泳いでるの？うるせえな、目を泳がせたい気分だったんだよ。
そんなことないですよ、ココナツ。ソレイユ全員分のパーティーへの招待状をいただきましたから。みんなで当日用のドレスを見繕いに行かないとですね。本当？本当にドレス着ていいの？でもその僕みたいな猫じゃ似合わないかな。そんなことありませんよ。ココナツはもっと自分の容姿に自信を持ちなさい。自信を。にゃー！なんで胸掴むの？なんで？メイプルとシナモンの初ステージでもありますが、兄様のソレイユのパティシエとしての晴れ舞台でもあります。みんな、水月の猫として恥ずかしくない振る舞いをするように。はーい。で、シナモン、何かいい曲あった？好きな曲はいくらでも見つかるんだけど。アニソンはダメよ。ゲーソンは？同じじゃないかしら。だよね。めいちゃんは？はぁ、まだ時間はあるし、もっと探せばいいの見つかるよ。そうよね。探しまくれば運命の出会いがあるわよね。あいつら本当に大丈夫なのか？なんかめっちゃ不穏なため息だよね。それはすでに先日兄様と通り過ぎたことです。え、アニソンいいじゃん。ショコラ、アニソン好きだよ。ショコラはそれでいいの。ショコラはそのままでいいのよ。ディナーショー、定番曲、原作だ。有名歌手の人たちのディナーショーでの定番曲の紹介ばっかだね。検索すれば大体のことは解決するはずなのにね。使えないわ。私たちに定番曲なんてないからね。そもそも外国籍の人ばっかって言ってたわよね。カショウさんの留学時代の友人って言ってたしね。カラオケの定番とか歌ってもね。カラオケ大会じゃないからね。じゃあさ、私たちもオリジナル作ればいいんじゃない？あ、それいいかも。さすがめいちゃん。大変そうだね。バリ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 。その一言感嫌いじゃない。バリ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 。これせんべい食べながら喋らない。爆発した。もぐもぐもぐ。メイプルは我慢耐性低いからね。もぐもぐもぐ。
シナモちゃんは溶けちゃったよ。ズズズズ。シナモンは時々溶ける生き物だからね。ズズズズ。そうですね。考え方を変えてみるって？どういうことですか？こんな初心者に何がしたいのかって言われてもね。難しいことはわからないです。エッチなことで例えてください。緑色な感じってこと？だいたいそんな感じ。よし、腐っててもしょうがない。とりあえず日課の基礎練習でもしましょうか。うん、そうだね。賛成。歌唱さんのお家ならちょっと音出せるしね。歌唱の部屋ちょっと借りるわよ。しますね。そうですね。でもいろいろと考えるいい機会でしょう。遊園地の一件からいろいろなきっかけに広がりましたね。それでは、お言葉に甘えさせていただいてもよろしいでしょうか。メープルもシナモンも、その方が嬉しいでしょうし。では、兄様、あとはよろしくお願いいたします。兄様も本当に優しくなられましたね。ショコラとバニラのおかげでしょうか。いいえ、私は一度も苦労をかけられたなどと思ったことはありませんから。私はそろそろおいとめいたします。愛してますわ、兄様。お疲れ様です。まあね、おかげさまで。ちゃんと毎日頑張ってますから。歌唱が描いてるそれってケーキの絵？あ、かわいいデザインですね。パーティー用のケーキですか？
しぐれからメールが入ってたわ。歌唱が止まらせてくれるって。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきますね。お礼にお背中くらいなら流しますけれど。ちょっとこれ見てもいい？歌唱はさ、ケーキを作ることで何をしたいって考えてるの？それが自分が納得できないことでもですか？私の歌を聴いてくれる人に楽しんで喜んでもらいたい。私も遊園地の時みたいにみんながめいちゃんの歌で喜んでくれるのが見たいです。歌唱ってばカッコつけるわよね。こういう時は素直に感謝でしょ、めいちゃん。歌唱さんがカッコいいのは否定しないけど。ま、それがあんたらしさだからね。天然さが歌唱さんのいいところですし。アドバイスありがとう。もう少しシナモンと悩んでみるわ。ありがとうございます、歌唱さん。では失礼します。まだ起きてたのかじゃないわよ、このバカ！何堂々と人のトイレ覗いてんのよ！誰もいないと思ったのよ、このバカ！いいからこっち見ないでよ！
最後までおしっこしてるところを故障に見られちゃった。いやなんで最初から最後まで見てんのよ、このド変態。見ないでって言ってたでしょ、このバカ。この状況を見ればわかるでしょうが。早く、いいからドア閉めてあっち行ってってば。謝らなくていいわよ。私も誰もいないと思って油断したのが悪いんだし、もうお互い忘れましょう。はい、やめやめ。お茶飲んじゃったからおかわり、ぬるめで。カシオこそこんな時間までケーキ考えてたの？パティシエって華やかなイメージだけど大変なのね。こんな笑顔で言われたらそうなんでしょうね。自覚なしなんだ。随分と可愛らしい笑顔をしてたわよ。ま、そんなとこもあんたらしさなんだろうけどね。そういう風に生きてきたからそんな性格になったのかしら。私もあんたに感化されてきてるのかな。夢とか言っちゃう暑苦しいキャラじゃなかったはずなんだけどね。ごちそうさま。じゃあ私寝るわ。ありがとね、いろいろ。あんたやシナモンが背中を押してくれなかったら歌うことなんて一生なかったわ。私本気で一生懸命やるから。だからカシオも頑張ってね、応援してる。じゃ今度こそおやすみ。これでどうかしら。うんうん、いいと思う。じゃあ
これで決まりだね。ん？みーちゃんとしらもちゃんがハイタッチしてる。もぐもぐもぐ。朝からケーキいい音させてるね。もぐもぐもぐ。おかげさまで。昨日、カシオさんにいただいたアドバイスを姉ちゃんと考えたんです。依頼してもらったのは姉ちゃんだけど、でもそこにいる人たちに楽しんでもらうためにはどうしたらいいだろうって。カシオの受け売りになっちゃってるのが気に入らないけど。当日までの楽しみにしときなさい。ショコラもバニラも来てくれるんでしょ。意地悪だ。でもその方が新鮮な気持ちで聞ける。ありだね。みんな楽しんでもらえるように頑張るからね。そうと決まったら帰って練習ね。楽譜も探さないとね。そうだよ、ご主人様のご飯おいしいんだから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 。ご主人様のご飯おいしいんだから。そうだよ。